皆さんこんにちは。ネタフリ社長の佐藤修です。私の SNS や、ブログをご覧いただいている方はすでにご存知だとは思いますが、実はこの度私朝日新聞デジタルにてネタフリ社長の突破力という新連載を始めさせていただくことになりました。今回ですね、連載をね持たせていただくということで、今私すでに、中日新聞、東京新聞で、ネタフリ社長の上を向いてという、連載をさせていただいているんですけど、今回ね、その同時並行で朝日新聞データでも、デジタル版ではありますが、連載をスタートさせていただくことになりました。それでですね、タイによっては、このようにですね、いつのかな、このようにその朝日新聞の紙面でも、掲載していただくことができているんですけど、今回はこのネタフリ社長の突破力で私の担当編集をしてくださっている草さんとちょっと話をしてみたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。今回は私の YouTube チャンネル、サムチャンネル見ていただけるということでありがとうございます。まず簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい、私は朝日新聞の科学業務というところで記者をしている戸田といいます。佐藤さんと同じく愛知県出身です。現在医療分野を取材する記者であるとともに医療サイトのアピタルというのを運営していまして、佐藤さんのネタ記事社長の突破力というコラムも担当しています。ありがとうございます。そうですね、今このまた後ほどお話しする朝日新聞データのため連載させていただいている、ネタフリ社長の突破力の話をしたいなと思っているんですけど、このアピタルというサイトは、はい、どういったそのサイトであったり、どういった、記事が上げられているものなんでしょうか。アピタルというのはですね、朝日新聞のデジタルサイトの一つなんですけれども、主に医療ニュースをたくさん配信しているサイトです。で、医療や健康、介護などがキーワードで、最近では新型コロナウイルスのニュースが多いんですけれども、そういったこう身近な情報をたくさん配信しているサイトです。医療ニュースだけじゃなくてですね、お医者さんや臨床心理士といったですね、医療分野に広く携わっている方が、連載を持っているコラムというのもたくさんあります。ありがとうございます。で、それで、先ほど話に上がった、ネタフリ社長の、突破力が今、私、アフターさんで、連載させていただいているんですけど、今日この、動画の収録をさせていただいている時点では、今第2話までですかね。そうですね。まで、開催されているかと思うんですけど、本当に私と戸田さんのこのご縁もまだ何ヶ月も経ってないですかね。どうでしたか。2ヶ月ちょっとぐらいですね。ですよね。まだ年度始まって5月とか、そうですね、前だったと思うんですけど、あれですよね、戸田さんの、はい、お仕事ご一緒されている記者さんが去年年末に私のところまでいらっしゃって、はい、で別の取材でいらっしゃった時にこのアピタルさんの話を伺って、で連載の話になって、今回戸田さんをご紹介いただいてから始まったものなんですけども、
そうですね、はい、早いですね。そこから早いですね。もう何秒までなりましたもんね。加藤さんの仕事のペースが早いからですね、ついつい引きずられてこんなに早く。佐藤はかなりせっかちなので、ライブペースが早いので申し訳ないなと思う場面があるんですけども、はい、ただ今その今回第2話まで、載せていただいていると思うんですけど、はい、第1回目のドラマは、はい、サイトだけではなくて新聞のその紙面にも載せていただいたんですよね。そうですね、はい、あのアクチャルっていうのはですね、というか佐藤さんのコラム自体は、はい、あのアクチャルのデジタルサイトでの配信になっているんですけれども、初回のコラムはですね、オンライン教育について書いてくださっていて、あの非常に面白いということで、新聞でも上週での3回にわたって掲載させていただいたという感じです。ありがとうございます。要はその、まあ、基本的には、はい、あのデジタル版での、まあ、掲載ということだと思うんですけども、はい、その例えば会によってはとか、そんな、まあ、内容によってはこういったその紙面によの可能性もゼロではないっていうことなんですかね。そうですね、あの2回目のコラムの話しちゃってもいいですか。はい、あの実はですね、佐藤さんのコラムは6月からスタートしたんですけれども、月に2回のペースで今配信しようと思っています。で早速ですね、あの2回目にあの配信したコラムが6月25日の配信のもので、テーマがですね、あの障害者の僕が集まれ動物の森で伝えたいことというものだったんですね。でこれがですね、あの非常にあのデジタル上でも読まれまして、 Twitter や Facebook でもかなり拡散されてですね、あと社内の人たちからもすごく評判が良くて、こう社内外で反響が大きかったので、近々ですね紙面でも掲載しようということになりまして、あの面白かったら多分あのデジタルでも紙でもという感じになると思います。ありがとうございます。今話題になったその集まり動物の森のコラム、今回すごいそのまあ、ウェブ上で、いろんな方々が、シェアであったり、ツイッターで拡散していただいて、僕もそういう、こんなにその、もちろん今、集まり動物の森は、大流行しているので、はい、興味を持ってもらえるのかなって思っていたところはあるんですけど、うん、こんなにその皆さんに読んでいただけるとは思わなかったので、正直僕も書いた身としては非常に嬉しいなというふうに、はい、思っています。ありがとうございます。いや、いい話でしたもん。ありがとうございます。でその今のその、集まり動物森の、クイズの話なんですけど、今回その、はい、ネタフェ社長の突破力は、まあ、デジタル版ということで、はい、まあ、デジタル版ならでは の、はい、メリットというか、第2回目の、コラムでも早速始めていただいたんですけども、はい、まあ、今私が、収録させていただいている YouTube 興味チャンネルの動画を、はい、連携させていただくっていうことをね、行っていただいたんですよね。そうですね、前回のはコラムの中に動画も盛り込めましたし、なんか今後もね、動画をこううまく使っていけるといいですよね。ちなみにその今現段階で話せるところだけで大丈夫なんですけど、はい、動画はどういう展開で絡めていこうっていうふうにお考えですかね。動画はやっぱりですね、佐藤さんのコラムはアピタルのデジタルで配信しているので、動画とすごく親和性が高いと思っているんですね。
それで佐藤さんですね、タイトルの名前のように突破力もあったりですとか、あと社長同士の人脈もすごく広くてですね、佐藤さんのこう独自のネットワークがある方たちとこう動画で対談していただいて、でそれをこう動画で配信しつつ、こうコラムでもそれを文字にして、まあ、こんな内容でしたというのを配信できればいいなとは思ってます。で今からね、これから人生なんですよね。そうですね、今からね、どなたにお願いしようかなっていうふうに、まあ、考えているんですけど、まだこのデジタル版の強みを、最大限に、生かした、連載と知りたいと思っているので、ぜひいろんな方にご覧いただきたいですよね。ありがとうございます。ではですね、最後に、ね、はい、改めて戸田さんの方から、はい、朝日新聞データのネタフリー社長の突破力のお願いします。寝たきり社長のですね、突破力の魅力はたくさんあるんですけれども、あえて言うとしたらですね、佐藤さんのエピソードの強さにあると私は思っています。またつもりの話になってしまうんですけれども、これ集まれ動物の森で伝えたいことという中にですね、どういうエピソードから入っていくかというと、佐藤さんが子供の頃に、ゲームボーイをやっていたと。で、ただそのゲームボーイのボタンを押すのがですね、病気のためこう力がこう入らなくて押せないから、こう少し嫌だという時期があったんですよね。で、そこでですね、お父さんがこうゲームボーイをこう分解してくれて、佐藤さんでも押せるようにしてくれたと。でそこでお父さんがですね、できないと最初から決めつけるなという一言があって、でこうあつ森へと話は進んでいくんですけれども、こうしたエピソードからですね、こう入っていくとすごく読みやすいと思うんですね。できないと最初から決めつけるなっていうところからこう入っちゃうとですね、まあそりゃそうだという感じで、ちょっと積極臭いというか教訓めいた話になって、こうスラスラ読めないんですけれども、こう子どもの頃のですね、ゲームボーイのエピソードがあることによって、こうどんどんこう入っていくというかですね、気づいたらもう読み終わってるみたいな感じになっているので、こう佐藤さん独自のやっぱりエピソードと柔らかい文体っていうのが、ネタキリ社長の突破力だと私は思っています。では戸田さん、10歳の、はい、連載コラムのご質問お願いできますか。はい、次回のコラムは今こう準備中なんですけれども、あつ森も良かったんですけど、なんかそれ以上にいい話と言ってもいいぐらい、次回かなり面白い話になってます。で少しだけこう前出しするとですね、テーマは七夕です。なのでコラムの配信日も七夕に合わせてですね、火曜日なんですけれども、今回は7月の7日の火曜日に配信したいと思っています。非常にいい話なのでぜひ読んでください。ありがとうございます。僕も7月の7日までにこの動画が配信できるように頑張りたいと思いますのでぜひね、皆さんに、はい、ご覧いただけるように、私も PR してと思います。ありがとうございます、はい、戸田さん君はお忙しい中ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。前半の連載盛り上げていきましょう。そうですね、盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は朝日新聞データの、ネタフリー社長の、突破力で私の担当編集をしてくださっている戸田さんにインタビューをさせていただきました。もうまだね、連載始まって、間もない状況で、この動画が配信されている方には、まあ、第2話まで、開催されているんですけど、先日ね、開催させていただいた集まれ動物の森について書いた記事は、なんとですね、朝日新聞データです。
アクセスランキングが第1位から5まで皆さんにご覧いただきました。本当にこれから皆さんにこの連載ご覧いただいて、皆様がちょっと自分も前に進んで突破しようっていうふうにね、そんな風に思ってもらえるような連載になったらいいなと思って頑張って書いてありますので、ぜひ皆さんこの連載これからもチェックしていただければと思います。はい、ではそれではですね、今回のサブチャンネルはこれで終わりたいと思います。今日も皆さんお疲れ様でした。